タカラトミーはプリンター一体型デジタルカメラシャオ TIP521 を発表しました。タカラトミーは日本ポラロイドと共同開発した世界最小ポラロイドカメラシャオを1998年に発売し、国内で350万台を販売した実績を持ち、今回発売するシャオでは既存のデジタルカメラと違い、撮ったその場でプリントでき、オールインワンで手軽に持ち運べる点をアピールしています。こちらのカメラを発売する経緯ですが、私どもおもちゃメーカーですので、カメラ写真だけではなくて、撮った後も楽しんで、いろいろな皆様に、楽しんでいただきたいということで、撮ったものをそのまま出力できるという、デジタルカメラというのが作れないかということから、この商品に至りました。新製品シャオの本体の大きさは 149.5mm×74.5mm×25mm で 294g です。この中に500万画素4倍デジタルズームのカメラ、 2.48 インチの液晶モニター、赤外線ポート、 SD-SDHC メモリーカードスロット、 35g の充電式リチウムポリマー電池、さらに 313×313dpi のサーマルラインプリンターなどがパックされています。タカラトミーは米国のジンクイメージング社と提携し、ジンク社のゼロインク技術を用いたインク不要のジンク紙を使用するプリンターを内蔵させました。専用のフォトペーパーは 5cm×7.5cm のカードサイズで、1パック20枚入りで880円となっています。赤外線送信が可能な他のデジタルカメラや携帯電話から写真を送信してプリントすることも可能です。こちらのカメラの、ターゲットは主に、かつてプリクラ世代と呼ばれている、世代の方が、今もう10年ぐらい経ちましたので、30代40代の女性を中心に、そのファミリーに向けて、提案させていただいております。漢字の小さいと笑うから命名されたシャオは、全国カメラ量販店、雑貨店、さらにインターネットを通じ11月28日より国内販売されます。価格は 34,800 円、初年度は10万台の国内出荷を目指しています。タカラトミーは現在米国において数社とパートナー提携を協議しており、北米では2009年の4月から5月に販売を開始し、年間30万台の販売を狙っています。また欧州では当面の販売ターゲットを18万台に設定しています。でこの商品を1号機としまして、ジインクメディアというですね、画期的なインクをいらない、ペーパーを使った商品を今後も、展開していこうと考えております。ディギンフォーニュース。